マシュマロキスみたいな甘いときめきストーリー、今すぐに聞かせてほしい君とドキドキやセッティングオン。これからはあの人が食べたい時にあなたのケーキを食べると思うわ。わざわざ持ってこなくてもね。あ、しぐれが買ってきてくれる分には私は嬉しいわよ。確かにうまかったと言ってくださいました。それならば、どうして一口だけしか食べてくださらなかったのでしょうか。それはね、涙が出てきたからよ。まあ、そういうことだな。嬉しかったのでしょう。でもあなたたちに泣いている顔を見られたくなかったのね。あの年になると男の人って泣いている姿を見られるのが恥ずかしくなるのね。和の道にしても洋の道にしても職人を志したからには半端に終わってほしくないという思いから、あなたはその思いに十分に応えてくれたわ。お父様の後悔を受け止めてくれた。父様の後悔ですか？ええ。歌唱の頑張りはお父様の後悔と、そしてもう一人のお方の心の痛みを和らげてくれたと思うの。私は覚えていないです。そうね、
おじいさまはこの水無月家の跡取りだったわ。老舗和菓子屋の長男で和菓子職人として育った。兄さまや父さまと同じですね。え、そしておじいさまと結ばれたお相手はフランス人の女性だったの。おばあさまは日本へ観光に訪れていたらしいわね。歴史ある和菓子を見に来た時、おじいさまとおばあさまは目が合った瞬間に互いに惹かれ合った。どちらも一目惚れだったという話よ。思いました。歌唱のお師匠様、ベニエさんはね、あなたのおばあ様なの。の真実、マジか。ごめんなさい兄様、知っていながら黙っていました。
ベニューさんから、いえ、おばあさまから口止めされていました。兄様はパティシエとして大切な時期にある、余計なことは言わないようにと。今の歌唱ならその言葉の意味が理解できるのではないかしら。葬儀に呼ばなかったのは
ばあさまのことを思ってのことじゃないかしら。おじいさまは老舗の和菓子屋の主だもの。親類縁者が大勢いるわ。本来なら喪主を務めるべき奥さんが通夜にも間に合わず、葬儀にだけフランスから来て、どんな目で見られるかしら。だから私からおじいさまが亡くなったことだけお伝えしたのよ。子供の頃の須浜さんは母親に捨てられたと思っていたわ。でも大人になって店を継いでからは、実家の味を守ろうと帰国した母親の考えを理解したと言っていた。そうね、きっと私と子供たちを置いて行ってしまうわね。私も幼いのに、いやいやいや。幼くはないですね。まあそんなことになったら、私は地球の裏側だろうと一緒に行きますけれど。何にしても、先ほども言ったように、水月を取り巻く方々の中には、おばあさまに否定的な人もいるの。そういう人たちと衝突しないよう、須浜さんは母親のことなど忘れたかのように振る舞っていたのでしょう。ああいう性格の人だから内心のことを話したりしないわ。半分は私の想像よ。話半分に聞いておいた方が良さそうですね。あらあら、しぐれ、しぐれちゃん、でもこれだけは間違いないわ。須浜さんは一度はおばあさまと会っておくべきだったと今では後悔しているのよ。道をたがえたとはいえ親子だもの。もっと仲良くしてもよかったはずだわ。すぐにでも会いに行けばいいと思いますわ。きっとおばあさまも喜びます。過ぎた時は戻らない。今になって会ってもおばあさまは謝罪するばかりでしょう。須浜さんはそれを望んではいないわ。あの二人が望んでいるのは、須浜さんが子供だった頃に母親であるベニエさんがそばにいること。自分たちが選ばなかった道、捨ててしまった選択、その大切さに後から気づいたからこその後悔なの。ああ。
ら会いに行けばいいと思います。ご主人の父上も段ボール箱で送る？ショコラたちやったよね。引っ越し屋さんに運ばれてご主人様の新しいお家まで。トラックの中が埃っぽかった。ショコラはこの荷物重いって言われてプンプンでした。証拠場に良かったな。カシオの引っ越し先がフランスじゃなくて、飛行機で運ばれてたら大変だったぞ。ソーニアの？そうかも。貨物室はマイナス50度とからしいぞ。Thank you.